AFC チャンピオンズリーグ2019決勝トーナメント決勝 AFC チャンピオンズリーグ2019決勝は2019年11月9日及び11月24日に開催されるアジアサッカー連盟により開催された AFC チャンピオンズリーグ2019の決勝戦であり17回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である出場チームは 西地区を勝ち上がったあるヒラルと東地区を勝ち上がった浦和レッズの2チーム。両者は2017年大会の決勝で顔を合わせており、両チームともこの時以来2年ぶりの決勝進出となる。1986年は決勝戦は行われず、最終ラウンドに進出した4チームで優勝チームが争われた。1987年は決勝を棄権。 ACL の決勝は2013年以降、ホームアウェー方式で開催されており、第1戦が、アルヒラルのホームであるキングサウード大学スタジアム、第2戦が、浦和のホームである、埼玉スタジアム2 0 0 2で開催される。前回、アルヒラルが決勝に進出した時は、同じ宿にあるキングファハド国際スタジアムを、ホームスタジアムとして使用しており、 キングサウード大学スタジアムで ACL 決勝が行われるのは初めて。一方、埼玉スタジアム2002で ACL 決勝が行われるのは、浦和が ACL 決勝に進出した2007年2017年以来3回目で、過去いずれもホームアウェイの第2戦として行われている。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。 あるヒラルのホームとなる第1戦、浦和は準決勝までの全試合にフル出場していた GK、西川修作が準決勝第2戦の警告で累積警告による出場停止となり、プロ入り4年目8日前の鹿島アントラーズ戦で J1 初出場を果たしたばかりの GK、福島春樹に出番が回ってくることになった。試合はボールポゼッションを高めて、 相手にプレッシャーをかけるあるヒラルとコンパクトな陣形からカウンターを狙う浦和という形となり序盤からあるヒラルが構勢に出る場面を多く作り出した。前半14分にはあるヒラル FW セバスティアン・ジョビンコのゴール正面でのシュートを浦和 DF、鈴木大介が身を呈してブロック、その3分後には逆に浦和 MF、関根隆次第がフリーで放ったシュートを あるヒラル DF アリー・アール・ブライがブロック。前半29分には、あるヒラル FW、ジョビンコが放ったシュートが、浦和 GK 福島の脇をかすめるが、ゴールライン上で、浦和 MF、青木拓也が弾き返して、得点を許さない。前半33分には、コーナーキックに、頭で合わせたあるヒラル MF、アンドレ・カリージョのシュートを、浦和 GK 福島が弾き出し、 さらにその4分後にも、あるヒラル FW ジョビンコのペナルティエリア内のシュートにも裏 GK 福島が反応するなど、両チーム無得点で前半を終える。後半に入っても、あるヒラルの構成は続き、ついに後半15分、サイドからのあるヒラル DF モハメドアルブライのクロスに、裏和 GK 福島が目測を誤り、福島の頭上を越えた先のクロスに飛び込んだあるヒラル。 MF カリージョが頭で押し込み、あるヒラルが先制する。その後も、あるヒラルが攻勢を強め決定機を何度も作り出すも、浦和が GK 福島の攻勢部を中心に追加点を許さず、ボールポゼッション率69.7%対30.3%、シュート数22本対2本とあるヒラルの猛攻に圧倒されながらも、最小失点で第2戦を迎えることになった。 あるヒラル V 浦和レッズ迎えた浦和のホーム埼玉スタジアム2002で迎えた第2戦浦和は GK を西川周作に戻した以外は第1戦と同じメンバーを起用する一方のあるヒラルは第1戦とメンバーを変えずに臨んだ逆転優勝のためには2得点以上が必要な浦和だったが第1戦同様ボールを保持するあるヒラルに対し 浦和はカウンターを仕掛けて攻勢に出るも、前半10分に、左サイドからのクロスに反応した、MF、橋岡大輝は、GK アブデラー・アルマイウフのブロックにアイシュートまで持ち込めず、前半24分の突破からの MF、長沢和樹の落としに反応した、MF、関根高次第のシュートは相手 DF 陣のカバーに、阻まれ得点ならず、前半は、スコアレスを折り返す。 迎えた後半、立ち上がりから、あるヒラルが押し込む展開が続き、浦和は、MF、柏木陽介、FW、杉本健優を相次いで投入して、状況の打開を図るも、逆に後半29分、MF サルマーンアルファラが、左サイドを駆け上がった FW セバスティアンジョビンコに、展開すると、そこからの折り返しを、MF サーレムは、イコールドーサリーが押し込んで、逆に、 あるヒラルが先制する。これで3得点が必要になった、浦和だが、守備を固めるあるヒラルの前にゴールに迫ることができず、逆に後半アディショナルタイム、MF、アンドレ・カリージョからのクロスに FW ・バーェティン・ビゴミスが、合わせて、ダメ押し点を上げ番次級ス。2000、合計3から0で、2017年大会の雪辱を、果たしたあるヒラルが、ACL 初優勝を遂げた。 浦和レッズ VR ひらる、ありがとうございます。